日程第18、議案第81号、平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回から、日程第22、議案第86号、平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回までの5議案を一括して議題といたします。本案についても各常任委員会に審査を付託してありましたので、審査の結果と経過と結果について各委員長の報告を求めます。はじめに議案第81号および議案第84号から議案第86号までの4議案について、第一委員会委員長青木靖議員。はい、お願いします。ただいま議長から報告を求められました議案第81号平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回所管科目および議案第84号平成29年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算第1回から議案第86号平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回までの4議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第81号平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回所管科目については補足説明の後質疑を行いました。はじめに市道横瀬大平線改良工事の工事箇所と内容について説明を求めたのに対し、立野の遠藤橋南側の歩道整備60メートルおよび湯川橋の工事に伴い民地と道路が隣接する部分の整備をするものですとの答弁がありました。次に食肉加工センター廃棄物処理委託料の増額について説明を求めたのに対し、年度当初県費補助財源とした現用化施設で処理する予定だった食肉加工センターから出る残差について県との確認の中で現用化施設での処理ができなくなり、その分の廃棄物処理をするための予算が必要となったものですとの答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第81号は賛成多数で原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第84号、平成29年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算第1回については、補足説明はなく質疑を行いました。小立ちの中継ポンプ場の実施設計業務委託料の減額についての説明を求めたのに対し、新中学校の建設中止により減額するわけですが、将来的には門野の農業集落排水施設を公共下水道に接続する計画を進めており、来年度以降、改めて中継ポンプ場の増設工事予算の計上をする予定ですとの答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第84号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第85号、平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算第2回については補足説明はなく質疑を行いました。佐野雲金処理場の修繕工事の内容について説明を求めたのに対し、新たに佐野雲金処理施設の吸気排気ファンに不具合が生じ修繕を行うものです。当初予定していた脱水機の故障についてはすでに修繕工事を行っており、不足分を門野原処理場の制御盤分と合わせて増額するものですとの答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第85号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。次に議案第86号、平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回については、補足説明はなく、質疑として、水中ポンプの入れ替えなど補正に至った経緯について、
の説明を求めたのに対し、古くなった管路の更新を予定していましたが、給湯ができなくなる可能性があったため、先に養湯管の修繕工事を行いました。今回は当初予定していた工事を行うための補正です、との答弁がありました。質疑の後、討議討論はなく、採決の結果、議案第86号は全会一致で原案の通り可決すべきものと決しました。以上で議案第81号、議案第84号から86号までの4議案について委員長報告を終わります。次に議案第81号および議案第83号の2議案について第二委員会委員長木村健一議員、はい、お願いします。ただいま議長から報告を求められました議案第81号および議案第83号の2議案について審査の経過と結果をご報告申し上げます。はじめに議案第81号、伊豆市一般会計補正予算第4回所管科目についての主な質疑として、富士の国地域少子化突破戦略応援事業についての具体的な内容について説明を求めたのに対し、伊豆市も事業名の通り少子化を突破していかなくてはいけないということで、県の補助事業に申請をいたしました。子育て支援事業は一生懸命やっていますが、それがうまく市内外に伝わっていないということで、子育て情報発信の機関誌のようなものを作成し、店舗などに置いていただいたり、電車の釣り広告に入れるなど、市内だけでなく市外の人にも伊豆市の良さを知ってもらいたいと考えております。他にもママスタッフに意見を聞きながら、父親料理教室などの開催や子ども連れで参加した時の子どもの遊び場所用の遊具の購入も考えておりますとの、答弁でした。次に市内公的病院等補助金について、2つの公的病院が事業計画を提出し、それに対する補助のとのことだが、補助する事業の内容についての質疑に対し、伊豆赤十字病院は二次休業を担っているので、非常勤医師や技師を雇用するための費用です。中伊豆温泉病院は市内で唯一外科手術ができる病院のため、手術をする非常勤の医師と一時救急のための医師の費用に対する補助になりますとの答弁がありました。以上、審査した結果、討議討論はなく、採決の結果、全会一致で議案第81号、平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回第2委員会所管科目については議案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第83号、平成29年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第1回について質疑討議討論ともになく、採決の結果、全会一致で議案の通り可決すべきものと決しました。以上、議案第81号および議案第83号について委員長報告を終わります。以上で各委員長の報告は終わりました。これより暫時休憩いたします。ただいまの各委員長の報告に対し、質疑討論のある方、ある議員は通告書を議長に速やかに提出願います。質疑に入る前に、先ほど第二委員長の報告の件について、木村健一議員から発言の訂正が求められましたので、これを許します。じゃあ、木村健一議員、お願いします。
すいません、時間取らせまして。ですね、一般会計補正予算の中の、公的病院補助金についてのその補助する事業内容についての答弁の中で、お答えの中で、中津温泉病院が市内で唯一外科手術ということだったんですが、すいません、訂正して、整形外科手術ということで改めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは休憩前、すみません、ただいまから議案第81号から議案第86号までの5議案について質疑を行います。質疑はありませんので、質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。これより議案第81号から議案第86号までの5議案について、それぞれ討論・採決を行います。はじめに、議案第81号平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回について、討論・採決を行います。討論の通告がありませんので直ちに、すいません、81号申し訳ございません、討論の通告がありますので発言を許します。まず反対討論から行います。15番森喜夫議員。15番森喜夫です。議案第81号、平成29年度伊豆市一般会計補正予算第4回について反対討論をさせていただきます。ここの予算にはね、いろいろ言いたいことはあるんですけどね、2つに絞っていきます。伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合負担金、302万5000円が計上されているんですね。しかし、この施設処理組合についてね、何か質問しても、市長は答えてくれませんよね。これからぜひね、答えてくださいよ。こうやって予算書に載ってるんだから。伊豆市民は負担金を出してるんだ。何をやるのかさっぱりわからないようなね、施設組合では困る。いいですか？先ほどね、しがらみと既得権益って言いましたけど、これはもう一体いくらの工事になるか分かんない事業なんですよ。だいぶやり方が変わってきてるもんで、少しは小規模な炉が作られるのかなと思ってますけどもね。しかし何ですか、見積もりどこへ出してます？200トン以上の大型炉を作るようなところへ見積もり出してるんですよ。80トンの見積もりをね、どういうことになるかって言ったら、一番高いところが140億だなんて言ってるわけですよ。細かい数字間違ってるかもしれないけどね、いいですか、このやり方はどこで行われたかって言ったら、田代で行われてるんですよ。予定価格10億だと、結果的には10億ぐらいですね。大型炉は得意なね、業者に小型炉の見積もり出せば高くつくに決まってる。302万のね、内容についても、私はよく言ってるのは、どこで何が行われるのか、ボリュームを教えてくれと。県道舗装工事前の配管外だって言いますけどね、ボリュームはさっぱり分かんない、どこで行われるか分かんない、食肉加工センター管理運営事業もありますね、239万8000円。この間の予算で、もう食肉加工センターからはもう余り物は出てこないのかなと思ったら、ね、廃棄物処理委託料239万8000円も出てきてる。
もうやってみなきゃ分かんないような事業じゃなくてね、事前にしっかり検討してくださいよ。うん、一体ここ食肉加工センターにいくらお金出してやればいいんですか。まあ、言うとね、また長くなりますからこの辺でやめますけども、少なくともね、行き当たりばったり思いつきの行政でなく、しっかりとね、しがらみと既得権益を排除したような事業、落札率イコールね、落札率じゃねえや、設計価格イコール予定価格イコールちょんちょん、契約金がこんなことにならないように、市民益を最大限にするようなね、事業をしてもらいたい。コストは最小で市民益は最大。ぜひね、これをモットーにしてくださいよ。170億円もね、業者のために使われたんだら、伊豆市はね、ますます痛いですね。それは議題外ですね。予算でしょ、これ。補正予算ですから、そんなことはどこにもないですね。じゃあ、金額出しましょうか、170億円。まあ、これだからね、まあさ、まあいいや。はい、終わりましょう。ここでぐじゅぐじゅ言ってもしょうがないよね。しかし、いずれにしろ、伊豆市の決算事業規模は170億近くいくわけです。ね、たとえね、補正予算であろうと、最小のコストで最大の効果を上げるような、事業を進めてもらいたい。反対討論を終わります。次に賛成討論を行います。1番、羽田野康明議員。はい、議長。はい。1番、羽田野康明です。議案第81号、平成29年度、伊豆市一般会計補正予算第4回について、賛成の立場で討論いたします。今回の補正は4億9036万6000円を増額するもので、民生費の富士の国地域少子化突破戦略応援事業については、平成31年度までの3年間の事業を実施するもので、伊豆市の最大の課題である人口減少少子化対策のきっかけとなる大事な予算であると考えます。また、土木費の市道横瀬大平線の改良工事は、沿道橋から南側の歩道が途中で切れていたものを延長するもので、小中学生の通学等、歩行者の安全が図られるものと考えられ、早急な整備をお願いするものです。その他、市内公的病院への補助や創業者支援事業の補助金の増額などは、伊豆市の課題である人口減少に対応した病院の医師確保や定住促進にも寄与するものと考えます。以上、賛成討論といたします。以上で討論を終結いたします。これより議案第81号について採決いたします。本案に対する各委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者多数。よって議案第81号は原案のとおり可決されました。次に議案第83号、平成29年度伊豆市介護保険特別会計補正予算第1回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので、直ちに採決を行います。これより議案第83号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり、決定することに賛成の議員の起立を求めます。はい。
起立者全員。よって議案第83号は原案の通り可決されました。次に議案第84号、平成29年度伊豆市下水道事業特別会計補正予算第1回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。これより議案第84号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第84号は原案の通り可決されました。次に議案第85号、平成29年度伊豆市農業集落排水事業特別会計補正予算第2回について、討論採決を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。これより議案第85号について採決をいたします。本案に対する委員長の報告が可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第85号は原案の通り可決されました。次に議案第86号、平成29年度伊豆市温泉事業特別会計補正予算第1回について討論採決を行います。討論の通告がありませんので直ちに採決を行います。これより議案第86号について採決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。委員長の報告の通り決定することに賛成の議員の起立を求めます。起立者全員。よって議案第86号は原案の通り可決されました。